今回のスピチューブとは、新見市信号。新見市の信号町を旅る。ぼっち旅。最後までよろしくお願いいたします。というわけで今日も始まりますね、ウォッチ旅ですね。久々な感じなんですけどもね、この車乗ってどっか行くっていうのも、どっか行くっていうかウォッチ旅ですね。もう桜の散るシーズンなんですけど、今日はね、北の方に行こうかなと思います。新見にある信号っていう場所なんですけども、なかなか行く機会がないというかね、どうしてもやっぱり新見の町の方に行っちゃうというかね、そこは昔ね、炭鉱が、鉱山があったりとか、その温泉施設があったりね、いろんななんか昔栄えてたエリアなんですけど、ちょっとそちらの方に今日は行ってみようかな。
まってますね。こんな感じでございます。この川ね、普通にアマゴが釣れたりとか、まあ、渓流のね、魚釣れるらしいですね。あ、
足立とかじゃなくて足立って言うんですね。乗車のとかね、とか一桁なんでしょうね。うわでもこれ切符ないですね。どこで買うんだろう。電車の中で買うのかな。あワンマンね、電車の中で買うと整理券をね。危ない列車は運動臨時ブロックまでお下がりください。まもなく列車が参ります。危ない列車は再び車に乗って行きましょうかね。何がまだあるのかちょっとわからないですけど、もう何もなくね終わってしまう可能性も、何もなくっていうというか、そのみんなが求めてるそのなんか観光スポットっていうね、紹介できずに終わってしまう可能性もあるんですけど。
というわけで亀尾神社ですね、新見市信号高瀬梅田ということです。なんでこの亀尾神社っていうのかというと、まあこの神社のある建物というか建物じゃなくて、山が丘か丘が亀の形に似てるということから亀尾神社という名前になったみたいですけども、ちょっと行ってみましょう。なんかね、神社仏閣巡りが増えたかなと最近思うんですけども、はいはい、こういう感じなんですね。まあ、裏後ろにも、まあ、当然なんかあると思うんですけども、昭和30年の石碑ですね。いや、まあでも立派なね、この杉の木がありますけども、おお、まあね、亀の甲羅のようなね丘なのかなという形でしょうか。になってる場所ですね。信号温泉ということで、平成なんですね。いや、素晴らしいね、場所かなと思います。いろんなね、なんかキャンプ施設あったりとかねするんですけど、ちょっと見てみましょう。まあ、こんな感じになってます。温泉施設あったり、バンガロー、コテージ、オートキャンプ場とか、まあね、こういう施設あったりで、ね、露天風呂。露天風呂あったかな、はい。で、これはね、サウナとか、なんか、結構ね、なんか昔からみたいなね、感じで、温泉の、まあ、地面ですかね。なんか、独特な、なんか、岩というか、ね、そういう感じなんで、ぜひ、行ってみてください。こんな感じでございます。700円ですね、大人。いや、綺麗にね、桜咲いてますね。この新見の信号の信号のねエリア、今が満開ですね。綺麗な桜でございますね。もうこれ咲き始めるかも。桜がね、満開でございますね。ちょっと車の中からは分かりづらいかもしれないですけども、今が満開ということで、まあ、これからのシーズンね、過ごしやすくなるんで、それこそゴールデンウィークとかね、このキャンプエリア、信号エリアね、いいんじゃないでしょうかね。登山コースとか、なんかテニスコートとか、まあ、なんかいろんな遊び場があるんですよね。コテージ借りたりとかねしても楽しいかもしれないですね。僕が行くとしたら、まあコテージ借りて、まあね、ちょっとまだゴールデンウィークとか肌寒いと思うんで、借りて昼間はねバーベキューしてっていうのが一番いいのかなと思いますね。結構ね広いんで、い
YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。そして最後に訪れた場所がこちらですね。やってませんね。こちら紙すき体験ができる施設ということで、奥には飲食店もあります。もうこれクローズの時間帯に行ってしまったんで今日は見ることはできませんでしたけども、こちら新見市中心部からすぐなので行きやすいかなと思いますね。こんな大きな、ね、水車がありました。今日はこんな感じでございます。まあ、ゆっくり回るといったね、信号エリアかなと思います。本当にまだまだね、見どころがいっぱいあるということで、ぜひ皆さんもね、行ってみてください。これからのシーズンとっても素敵な場所になるかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バーバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。